オーストラリアは赤い大地から海岸線まで広大で美しく多様です。この広い大陸を一日で全部体験できるなんて想像できますか？クランバーンの王立植物園にあるここオーストラリアンガーデンでそれができます。メルボルンから車で50分、モナシューフリーウェイからサウスギプスランドハイウェイに入ります。植物だけではなく全体の風景に焦点を当てた本当の意味でのオーストラリアの植物園です。干上がった川床やロックプールの水路から信じられないくらい赤い砂のガーデンまでじっくり体験できます。これはエアーズロックのサンドストーンの岩の斜面をイメージしたもので、南半球最大の彫刻の一つです。10万本以上のオーストラリアの植物からなるこの素晴らしいガーデンにはランドスケープが常設され、ガーデンの展示はしばしば変わります。ここでオーストラリア独特の風景、音、匂いなどを思いっきり楽しんでください。さまざまな色の草木やワイルドフラワー、ストリンギーバークのようなオーストラリアを象徴するユーカリの木、バンクシアの木、それと何百本もの見事なランなどです。13年かけて完成したオーストラリアンガーデンはアートと風景が独特に交差する豊かな文化の旅を約束してくれます。自由に散策したりツアーに参加したりオーディオガイドを借りることもできます。クランバーンの王立植物園の遊歩道は散歩やサイクリングが簡単にでき、車椅子のアクセスもあります。ピクニックエリアもあり、この土地特有の自然が至るところに見られます。詳しい地図もご用意しています。高い位置に設けられたビジターセンターは自然に優しいデザインで機能的に作られています。ここはオーストラリア関連のギフトショップとオーストラリアの味が楽しめるカフェもあります。入場料や季節の催し物などのインフォメーションはオーストラリアンガーデンのホームページかこの番号にお電話ください。